こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。写真をきれいに撮れないです。きれいな撮り方のコツを教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。YouTube からね、えーと、メルカリ出品の時のきれいな写真撮影ができないと連絡がありましたので、ぜひ説明させていただきます。まず、 写真撮影で必要とするスマホですね。これはですね、まあ、iPhone です。で、絶対に iPhone を利用してください。で、この理由なんですけど、iPhone では ISO ですね。えー、光の情報の増幅をね、増幅、増幅をね、表した数値があるんですけど、これが極端にですね、低いんですね。で、 この数値が低ければ低いほどですね、なんとですね、写真が綺麗に撮れるんですよ。はい。ですので、例えばですね、カメラのミラーレスとか、一眼レフカメラね、日本で有名なメーカーあるんですけど、それよりも、極端に安低いです。ですので、iPhone は写真をきれいに撮れるようになってます。あとですね、えっと、レンズなんですけど、これはですね、強化ガラスですね。強化ガラスの 4倍のコードを持つですね、サファイアガラスをね、利用しています。ですので、まあ、ちょっとのね、ホコリがついたりとかで、傷はつかないです。なので、写真が綺麗に撮るんですね。ですので、まあ、iPhone でね、撮れない。例えば、あの、まあ、他のね、メーカー、iPhone 以外ですね、でも、ではね、写真は綺麗に撮れないので、ぜひ iPhone を利用してください。よろしくお願いします。 で LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。投資際に、ニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は、最後まで見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。